皆さん、こんにちは。筑波大学心理学類におります、佐藤優子です。今日は、今時の若者たちというこのセミナーに、青年心理学という観点からのお話をさせていただきたいと思います。若者が目立たない時代に、若者はどこへ向かうのか、ということでお話をさせていただきます。 今日お話をさせていただくことは下に書きました1今時はどんな時代なのかそして2データの分析結果を読む最後に3若者が目立たない時代に若者はどこへ向かうのかこのようなことについて、えー、と私の方からお話をさせていただきますえ今日お伝えしたいことは2番の データの分析結果を読むということに基づきまして若い社会人のモチベーションを上げるにはこの人のために頑張りたいそう思わせてくれる魅力的な大人が身近にいれば良いのではないか大人が変われば若者も変わるはず、えー、今日一番言いたいことはここに書いたことになりますでは早速ですが今時は どんな時代なのか上昇の時代から安定の時代へというふうに書きまして、えー、モデル図をそこに載せています駆け足での上昇の時代が過ぎて成熟した社会の安定の時代にあるように思います革命や上昇の時代でない今は若者が目立たない時代のように見えます この時代に若者はどこへ向かうのでしょうか。上昇の時代から安定の時代へという言葉で表していますけれども、もう少し言葉を足してみると、獲得の時代から維持の時代へ、若者の時代から高齢者の時代へ、えー、子どもの反抗を心配する時代から、 年老いた親の介護を心配する時代へこのように変わってきたということもできると思います2019年のハイライフセミナーでは「町から若者が消えた」「現代の若者の存在感に対する疑問」そのようなことが書かれていました。 デジタルの世界を重視する若者はスマホの中へアピールしているために大人の目には目立たないのかもしれませんもう一度モデル図に戻りましてモデル図の根拠何に基づいてこのモデル図を作ったかということをお話ししますそれは明治から令和にかけての身長の推移のデータ それに基づいていてますこれが明治から令和にかけての身長の推移、男子の推移の図になります。左側が明治、大正、そして真ん中あたりが昭和、そして右端の方が平成、令和になっています。モデル図で書いたものと似ているカーブが見えると思います。 青いグラフが小6のデータ、赤いグラフが中3のデータ、緑色が高校3年生、まあ、最終サイズといえるような170センチぐらいに到達する、えー、その高校3年生のデータになっています。上昇の時代があって、まあ、安定して停滞している。そういうように、このグラフからは見えます。 似ていないなでしょうかこのモデル図からもう一回説明しますとまず1として昭和戦後は身長が急激に伸びた時代ですそして2平成から令和は高止まりの時代ということになります。 そしてもう一つ、途中に資料が欠けているところがあります。戦争の前後です。ここを見ていただくと、その時にはデータがないわけですけども、その前後で残っているデータを見ると、せっかく伸びた身長が以前より低くなってしまったことが分かります。つまり、3、今はこのような状態を乗り越えた。 戦争によるブレーキを乗り越えた良い時代というふうに言えるかと思います。身長のデータからを見ても、やはり戦争というのはダメージが大きいのだということがよく分かると思います。それでは、報告された内容からデータの分析結果を読んでいきたいと思います。まず A として リーダーダにはななりたくいいとうこの国の組織の中では私たちが住んでいるこの日本の国ここに住んでいる人たちの感覚としてはリーダーは魅力的に見えないのであろうと思いますそれはリーダーが権力者強者ではなく調整役 まとめ役に見えるからだろうと思うのです。まる町であることと実力は別という認識があるのではないでしょうか。え私も自分のところで、えー、学類長というのをやっておりますけれども、まあ、それが授業がうまいとか、研究者として優れているということとはまた別だということは、うん、学生は わからないかもしれないですけど陰性なら気がついてるかなというふうに思いますではリーダーにはなりたくないという若者は何になりたいのかなりたいものは技術力の高いスペシャリストだそうですなりたいものは確かな腕を持つプロフェッショナル余人を持って変えがたい実力者 それも権力がある人ではなく技術力を持った実力者ということのようでした。まあ、そのプロフェッショナルはおそらく雑用や人間関係のあれこれに関与しなくても許される存在感のある別枠の存在なのだと思います。なのでそこに若者は憧れるのではないでしょうか。そういうい まあ面倒なことあるいは調整をするような人そういうものではなく組織の仕事の本筋本流のエースになりたいと若者は願いだからこそ調整役のリーダーにはなりたくないそのように言っているのではないかと思いますそして3つ目 なりたいロールモデルは見当たらないということも書かれていいましたここのロールルモデルということうに関連して研究を紹介します。1と書いたところ、大学生のキャリア発達とロールモデルという2020年に出た論文があります。そこでは、大学生にこう聞いています。将来やこれからのことについて考える時に影響を受けたり、 参考にしたりしている人あるいは参考にしたいと思う人はいますか、まあ、大学生に聞いたところ平均年齢20歳ぐらいの大学生ですいるが46.1%いないが53.9%でしたいないという人の方がわずかですが多いという結果でした その研究によれば、ロールモデルを持っていると、そういう存在がいるという人たちは、キャリア成熟、進路決断、キャリア選択自己効力感に良い効果があることが分かりました。そして、どのようなロールモデルがいいかというと、自分とはあまりにも遠い存在をモデルとすることは、 あまり役に立たない観察し接触しその人をよく知ることができる身近な存在であるそういう近さはプラスの効果を持つそして物理的な近さだけではなくもうああなるのは到底不可能だというぐらいのスーパースター的な実力者をモデルとして持ってしまうとそれは逆に マイナスに働くということもあることが分かりました。私もロールモデルがいるということはプラスになると思います。こうなりたいと思える人、そういうモデルを見つけられれば幸せだと思います。まあ、なぜかというと、身近なロールモデルを持つと迷いがなくなる、ぶれなくなるからです。その人だったらどうするか。 そう考えることで何か困ったことにぶつかったときに自分の心の中のそのロールモデルと照らして答えを見つけることができる。なのであまり不安などを持たずに頑張っていけるように私は思っています。続いてもう一つ。 人が成長するモデルとしてピグマリオン効果というとても有名な概念があります。映画を思い出される方もいるかもしれませんが、まあ、ここでは心理学の中のピグマリオン効果のところ、それも新しい二重ピグマリオン現象ということについてお話しします。まあ、この二重ピグマリオン現象が出てくる前によく知られているピグマリオン効果、それは 若者が他者のこうなってほしいという期待通りに成長するというモデル。教師が生徒に期待をするとその通り生徒が伸びるというのがもともとのモデルですけれどもまあ会社の上司が自分の部下である若者に対してまあこうなってほしいというふうな期待を持つ彼はこうなれるんじゃないかそう思っていると実際にそうなってくれるというモデル。 そういうのをピグマリオン効果ということで知られています。で自己ピグマリオン過程というのは若者が他者を尊敬し自分もああなりたいという願い通りに成長するモデルです。つまり誰か尊敬している人、なりたい上司そういう人を持って自分もああなりたいと思うと なぜか自分が確かにその通りに慣れてしまうという、まあ、非常に幸せなモデルですがそれが自己ピグ,モリピグマリオン過程と呼ばれるものですそしてこの2つが合わさったものが、まあ、二重ピグマリオン現象とか二重ピグマリオン過程と呼ばれるものです若者が特定の他者に尊敬を向け相手がその気持ちに気づき その気持ちを尊重して積極的に期待をかけ、そこからそれを一緒に目指そうというまあ指導者の側と若者との間の関係性が生まれ、若者の方は自己の将来像が相手からも支持された。君はそれを目指していいよ、それを目指すことはいいことだよ、そう言ってもらえたような気がして。 ますますその実現に向かって頑張っていくために、その実現に向けて自己が成長していくというプロセスです。尊敬する人とされる人、先生と生徒、上司と部下、まあ、美しい師弟関係の相乗効果のような、とても幸せなモデルです。こういうい時に 人が人を尊敬することの効果が最大化する、そしてこうなってほしいと思うような存在に若者の方がなり、こうなりたいと思った姿に若者が実際に慣れていく。それが二重ピグマリオン過程と呼ばれるものです。 しかしそのようななりたい存在あるいは師匠のようなロールモデルが見当たらなければ何も始まりません幸せな関係が生まれないからですそうなるとなりたいロールモデルが見当たらないということが少し残念だなというふうに思います それでは3つ目。高校生の使命感を高める2つのルートということで、えー、研究結果を、まあ、モデルの図として表しました。えー、社会的使命感と言っているものは、将来、社会の中で果たすべき使命が自分にある。だから頑張るぞというようなことです。えー、つまり、何が人を頑張らせるのか、それを見ようとした研究です。 え図について説明をすると、まあ、これ、親関係の中でのことを調べているんですけども、親に対して肯定的な感情を持っている、まあ、親が好きだとか、そういうことですね。そういう親といい関係にある場合には、親のようになりたいという気持ちが生まれてきますし、何かして親にして返したい、えー、古い言葉で言えば恩返しをしたい。 親孝行したい、いそういう気持ちが生ままれてきます。一方で親に対して肯定的な感情を持てない場合には親とは違う生き方をしたいそういうモチベーションが出てきますそして社会の中で自分には使命があるんだから頑張っていこうそう思う気持ちは親にして返したいという動機につながっています また、親とは違う生き方をしたい。そういう反発心のようなものともつながっています。ですが、親のようになりたいという気持ちからはつながっていなかったのです。今、口頭で言ったことを文章でもう一度説明します。将来、社会の中で果たすべき使命が自分にはあるという強い使命感を持って頑張るには、 2つのルートがあり、1つは親にして返したいという動機、もう1つは親とは違う生き方をしたいという動機です。そして親のようになりたいという動機は使命感には関与していませんでした。もう一度図を出します。親のようになりたいという気持ちから使命感へはパスが。 出ていませんでした親にして返したいと、親とは違い方をしたいからはパスがつながっていました。えこの研究はえ、実は親の職業が子どもにどう影響するかを見たかった研究なので、えー、このようにまとめてあります。それもお伝えします。えルート1の方でです親が高度で難しくて目立つような 職業についているほどその職業の親の子に生まれてよかったと子どもは思い親と仲が良くなり親のためにも頑張ろうとするもう一つのルート親が高度で難しくて目立つ職業ではないほど違う職業の親の子に生まれたかったと思い親とは違う生き方を目指し 頑張ろうとするこういうようにまとめました。あの人のようになりたいという自分に向かうモチベーションよりも、あの人を喜ばせたいというような他者に向かうモチベーションの方が、自分を頑張らせる原動力になるのではないかと私は考えています。それは人は人のためなら頑張れるからです。 先生のために頑張りたい。監督を男にするために頑張りたい。まあそういうようなことです。え以上のところから、えー、私のメッセージとして若い社会人のモチベーションを上げるにはこの人のために頑張りたい。そう思わせてくれる魅力的な大人が身近にいれば良いのではないかと思います。 そういう大人が身近にいてあそういう人になりたいという気持ちを持てたならえその若者は幸せだろうなと思いますし頑張ろうという気持ちが出しやすくなるのではないかと思いますえつまりそれには魅力的な大人が必要になります今の大人が魅力的ではないなどと申すつもりはないのですけれども もし若者がそういう人を持てていないのであれば、大人が変われば若者も変わってくるのではないかというふうに思っています。それでは最後に、報告された結果を読んで、若者はどこへ向かうのかを考えたことを述べさせていただきます。 若者が目立たない時代に若者はどこへ向かうのか3つに分けましたより内面へ向かう敵は外にいないみんな違ってみんないいのだから周りとは比べないなのでより自分の内面の方へ意識は向かっていくような気がしますそれから2つ目 B より本質へ上昇志向に意味はないから 人前で目立つリーダーよりも、本当の実力を持つプロフェッショナルに憧れる。目立つとか、収入であるとか、人の評判であるとか、そういうことではなく、より本質的なものを若者は目指しているのではないかという気がします。そして3つ目、C、より自分らしく。他者の価値観ではなく、 自分の価値観を優先する自分は自分でいいのだから自分を否定したりしない自分を受け入れるそういう方向に向かっていくのではないかというふうにえ報告を読みながら報告を聞きながら思いましたより内面へより本質へより自分らしく進むともしかすると若者はますます 目立たなくなり大人は若者を見つけられず褒めにくくなり関わりにくくなり若者の承認欲求は満たされないままになってしまうかもしれません若者の承認欲求も満たし若者をやる気にさせるには大人の声かけの仕方褒め方も大事な気がします子供ではありませんから 良い指導の仕方といった方が適切かもしれません。大人はその人の優秀さや高い成績という目につきやすいところを褒めるようにその人の頑張った点に気づいて褒めてあげると若者に「あそこに気がついてくれていたんだ」「ちゃんと見ていてくれたんだ」ということが伝わってまた頑張ろうという気持ちを若者は 高められるのではないいかと思います褒めるべきところに気づいてピンポイントでその点を褒めるどこがどう良かったかを具体的に指摘してコメントしてあげる若者が認めてほしいところを認めてあげるこれは結構頭を使うことかもしれませんが、えー、ぼーっとしてないで相手をよく見ていれば。 それがきっとできて、良い結果につながるのではないかと思います。そうしていれば、そうやって関われば、若者はきっと育っていくのではないか、そのように思っています。以上です。本日はこのような機会をいただき、本当にありがとうございました。 ご静聴くださった皆さん、感謝申し上げます。それでは失礼します。